皆さんこんにちは、ピンストローアザルと働かざること岩のごとし岩石ロックです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は何をするかと言いますと、これギガペヤング、でかすぎる。これをね、ちょっと食べていこうかな。これね、もうすでにね、いろんな YouTuber さんやってるんやけど、関東でしか売ってない。まあ、これ動画上がる頃にはちょうど売り出されてる時期なんですけど、今撮ってる時まだ7月にもなってないんで、これ関東でしか売ってなくて、おそらくね、これは僕らこの団地で一番早くこのペヤングを食べる。団地狭い。まあ多分三重とかそこら辺の縛りで食ってるやついるから、もう団地やったらね、こんなに遠いのがわざわざ食べてるやつでね、これすごいでしょ、これでかいね。これ普通のペヤング買ってこんかったから比較できんけど、これが2142kcalあるのね。で、これ僕活動量計を日々つけてるんやけど、今日の消費カロリーが 1916kcal やから、このペヤングはを食べると俺の今日一日が否定されるなかったことにされる。で、暴力的な食べ物、これをちょっとね食べていこうかな。ガーセックに関してはいつも通り早く食ってもらうけど僕はの目標は食うっていうことね、食い切れるかっていう、まあその2つをね目標にやっていきたいな。でね、これ作り方、お湯を 1.3リッター、 1.3、 ちょっとガンス君お湯持ってきて。多すぎる。お湯、これ柔道部のストーブの上だよ加湿するやつはい、というわけでね、今からね、ここに入ったねお湯をガンス君が一気飲みするっていう企画で、熱湯熱湯さっきシューシュー言ってた、そういう企画じゃない考えてる、間違ってる。じゃあね、作っていこうか。でも火薬の量もギガね、おやもうこれとこれで俺お腹いっぱいになる。でもさ、関西人ってペヤングはもう食べんくない？俺大学行くまでペヤングっていうものを存在知らんかったんよ。俺も食べたことなかった。大体 UFO。 そうそう、関西って UFO だよね。俺ペヤングってほんまに知らんくて、大学行ってあの連れがあのペヤングを流すときに全部あのトイレ流してしまったっていうことでペヤング知ったから、ほんま関西人ってペヤング食わへんと思うんな。はい、じゃあギガペヤング湯切り終わったんで開けてみましょう。ででんででん、キャベツの量。でもあれやな、デブがやってると普通の大きさに見えるから嫌やな。どうですかこの夢のような量多いねこれ。スパイスと、スパイスでも混ぜる前に入れるんやな。これ後で上からかける。はい、あ、そう、うん、全部入れちゃう。はい、重い。うお、湯気がすごいすごい。はい、ということで焼きそば2つとも出来上がりました。これからね、こっちは早く食べて、僕はただ単に食べれるかどうかっていう。じゃあタイム測りますよ。これもう俺のタイムなんかどうでもいいからもう1個だけで測るから、俺でも食べる、普通食べるから。じゃあいきますよ、よーいスタート。全然減らへんわ。お腹いっぱいや。マジか、こいつマジか。はい、はい、お、2分57秒93、ダウン切った、切った、切りました。すごいね、やりました。アホやな俺まだこんだけしか食べてない。あとはじゃあ俺の挑戦中で食べれるかどうか、食べれるかどうか。どうせ僕は早送りやろ。大盛り食ってやろ。大盛り食えへん。
食べて。めっちゃ残ってますけどこれ。はい、というわけで日がペヤング早食いと食えるのかっていうのをやってましたけど、まあ一般人はね無理しない程度に食べてくださいね。でこいつはねもう特殊な人間なんで、特殊な人間やからできるんだよね。他の人は絶対真似をしないように。ということで今回の動画は以上で終わりになります。この動画面白かったら高評価、またチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画をお楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。